こんにちは、速稼塾の久保でございます。医者の不養生とは申しますけどもね、私の旧来の知人でですね、新潟の速稼塾というものを、運営してくださっている酒井奈美さんがね、整体師をしているんですけども、なんとね、整体師をしていながらヘルニアで入院ということになってしまいました。この中でね、一体何を掴んでくれたのか、ものすごくね、興味があるんですけども、自分が整体師をしていて、いつの間にかヘルニアになった、緊急入院したんだけども、あっという間に出てきたという、このプロセスの中にね、非常に多くのものが掴み取れたと思うんですよ。私も、かなり興味があるんですよね。というのが、私もですね、数年前まで腰を痛めてましてね、なぜか。年なんでしょうね、きっとね。就寝中に起き上がるじゃないですか。起き上がるときにどうしても腰が痛くって、ものすごく起きるのに時間がかかった時期があったんですよ。今はすっかりとね、ピシッと治ったんですけどね。その治った秘密もこの酒井奈美さんとね、お話しできればいいかなと思っております。酒井奈美さん、奈美さんですね。いつも私奈美さんと呼んで、もうね、何年になるかな、7年8年になるわけですけども、その一緒にね、このインターネットを介したビジネスをしている、窮地の中ということで、今回はね、かなり私も興味を持って参加しようかと思っております。奈美さん、よろしくお願いします。名付けてガチンコヘルニアクラブでしたっけ。ガチンコヘルニアクラブこういうのをね、Facebook ページで11月30日からですので、もう間もなくですね、明日からですね、スタートされるそうなんで、一緒にね、ここで楽しんでいきましょう。残念ながら Facebook されてる方しかちょっとね、参加できないような形になってますけども、そのうちね、YouTube をはじめいろんなところに展開してくれると思いますので、お楽しみにされてください。腰が、痛いなとかね、肩が痛いなとかね、体ちょっと痛めてるなって方はね、どうも、これはね、大注目でございます。奈美さんはね、整体が専門でございまして、でもう大人気です。プラス自分も患者になってしまったみたいなね、この経験がね、すごく大きいと思うんですよ。この動画の URL、動画概要欄からね、 URL をクリックしていただいて Facebook ご参加いただければと思います。それでは奈美さん、その時までよろしくお願いします。